県内の小学5、6年生が海に親しみ、人と海との関わりを知る山形海洋塾。今年のテーマは庄内浜の食文化を未来へ。2日目、北前船と食文化の関わりから学びのスタートです。和食の文化を育んだのは北前船です。カツオだし、昆布だし、北前船で入ってきたりして美味しく食事ができるようになりました。県立加茂水産高校の実習船鳥海丸に乗船。いざ出航。酒田と鶴岡の北前船のルートを体感します。きれい。お昼のメニューは船乗り特製のカレーライスを満喫します。うん、これね、いつも以上に美味しい。島とか見えてとても綺麗だなと思いました。最後は卒業制作。海洋塾で学んだことを作文とイラストで描きます。海にポイ捨てをして、海が汚れてしまうっていうのをなくしたいっていう気持ちで書いた卒業証書。海洋塾の卒業を迎えます。人と人がつながるという意味では海を通して仲良くなれたし、また打ち解け合って海の良さも体感することができたのかななんていうのは思ってます。全部食べちゃうともういなくなっちゃって絶滅しちゃう危険性があるから、みんなで守ってクロダイとかいっぱいの海にしたいな。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。